はい、新年明けましておめでとうございます。皆さん、お正月いかがお過ごしでしょうか。今年も1年よろしくお願いいたします。バイバイっていうのは置いといてですね、株式会社ビジアーツ代表の山本弘之です。改めましてですね、昨年より、お世話になっている皆さん、2024年もどうぞよろしくお願いいたします。えとですね、毎年えとに触れますが、今年辰年というところでね、株式の相場でいうと、辰年っていうのはね、まあ、イメージなんかこう上り竜みたいな、そんなイメージありますけど、なんかうさぎ、2023年うさぎで跳ねて、辰年ってこうてっぺんみたいですね、頂上をつけて逆にちょっとこう下っちゃうみたいな、まあ、株式のね格言でいうとそんな年になるようなんですけど、まあ、そんなこと言わずにですね、上り竜のようにベジアーツ成長したいなと思っています。まあ、トピックスとしてはですね、2023年に新入社員4名ですねお迎えして、年末年始おそらくみんな実家でねゆっくり過ごしたことと思いますけれども、2024年その彼らがですねうさぎで跳ねて辰年でさらに上り竜のように成長できるような、そんなベジアーツにしたいなと思っております。まあ、合わせてこれからまた YouTube でご覧になっていただくと思うんですが、新たに新入社員をね4月を迎えすることになっています。去年の新入社員も一生懸命頑張っていましたけれども、4月ね入社の新入社員の子も非常に期待できる人材ですので、ぜひ皆さんね楽しみにご覧になっていただければと思います。また今年 YouTube さらに力を入れていきたいと思っているのとともに、インスタグラムでもですね発信をしたいと思っています。ぜひベジアーツのインスタのアカウントですね、皆さん見つけてですね、フォローの方よろしくお願いいたします。さて、2024年トピックスパート2ですが、実はベジアーツでは2020年のコロナをきっかけにですね、企業理念を見直して2022年からの15年の新たな長期経営計画というのを作りました。2023ときて、今年2024年がその15年の計画の3年目になります。自分自身でも1年目2年目っていうのは15分の1とか15分の2の進捗ですので、まあ、実感というものはね大きくなかったんですけれども、15分の3、今年1年また過ごすとですね、その長期経営計画に向けて、こう成長していくんだという、ね、実感が出てくると思います。そんな実感をね、伴う成長の年にしたいなと思っています。来年度に向けて2025年に向けてですね、今年はちょっと仕込みの方も進めていきたいと思っています。まだねオープンにはできない情報もたくさんあるんですけれども、2025年におベジアーツまた成長したねと言われるような仕込みを2024年にはしていきます。まあ、夏頃ねその仕込みの内容もねお話しできればなんて思ってますが、このお正月に YouTube 見ていただいた人はね、ぜひ、ベジアーツの動向をですねチェックしてもらえればと思っております。まあ、最後にですね、2021年1年かけて見直した、まあ、企業理念の中にですね、農業で幸せを実現しますということがあります。でその幸せっていうのを実現するために、解決しなきゃいけない社会課題が僕は2つあると思っていて、その社会課題2つを皆さんにお伝えして、それを解決して幸せな会社にするんだというところを宣言してですね、2024年の挨拶の締めにしたいと思います。1つ目はですね、これから日本は人口が減っていきます。で農業で働く人も減っていきます。その中で、どんな不安をみんなが抱えているかというと、これから食料はどうなっていくんだろう、飢餓ですよね、飢えていってしまうんではないかという、未来に対する飢えてしまうことへの不安。もう一つは、高齢化も進んでいく中で健康な生活をこれから続けていけるんだろうかと、未来に対する健康の不安、これがですね社会課題だと思っています。まあ、会社としての確かさを持ってですね、食べて健康にある野菜を社会に供給し続けることで、未来への飢餓への不安、それから健康への不安を解決していきたいと思っています。これがベジアーツの解決したい社会課題の一つです。もう一つはですね、会社の中を向いた話になります。僕ら一次産業というのは、まあ、所得ですね、
稼いでいる金額でいうと他産業に比べるとやっぱり少ないんですよね。せめてですね、この農業という会社、農業という仕事を通じて、まあ、人並みでですね、稼げる会社にしていきたいと思っています。2つ目の社会課題は農業で働く人たちの収入をしっかり上げていくということです。しっかり上げることで、まあ、不安のない生活が遅れていく、これが僕の解決したいベジアツの解決したい社会課題の2つ目です。皆さんへの健康とそれから食の安全の提供合わせて、それによってね自分たちも豊かになっていくということを目標にですね、2024年も頑張ります。これからもぜひですねベジアツのことを皆さん野菜を買ってですね応援してもらえればと思います。以上2024年の、抱負ということで、ベジアツ代表山本博之がお伝えしました。チャンネル登録もぜひですねよろしくお願いいたします。2024年よろしくお願いします。